こんにちは、マギシです。今日はドイツ人が旅することと、あとこう日本人が旅すること、その違いについて話したいと思います。でまずはですね、ドイツ人の方が休みは長くて、基本会社によって違うんですけど、2週間から3週間ぐらい休めるのは基本で、でそうするとなんか家族旅行っていうのはなんか丸々1週間どこかに行くことなんですよ。この前のゴールデンウィークみたいに。だからこうだいたいこう7パックぐらいで、そこのこう旅のなんかこうやり方も全然違って、短い間の中でたくさんやるんじゃなくて、だいたいどこかの場所に行って、でそこでのんびりすることが、まあ、ドイツスタイルだと思うんですよ。で普通に家族、例えば4人家族だとホテルに行くのは高いから、別荘を借りる人がほとんどなんですよ。人の別荘を借りて、でそれでまあ1週間ぐらいで、まあ、レストランに行く時もあれば、そうじゃなくてその別荘でこうご飯を作ることも普通にあるんですよ。で基本海は魚料理があって、でそれはこう海じゃないとないので、なんかこう旅に行くとこう魚料理を食べたり、あとは散歩したり自転車したり、まあ、こういうこう普通なことしかしないんですよ。あとこうビーチに行って、ひたすらビーチで本を読むとか泳ぐとか、だからあんまりこうなんかこうあっちこっちの観光地に行くことはめったにないんですよ。だからそこは多分日本人が旅すると大きな違いだと思うんですよ。あとはドイツ人は基本ケチなんで、あんまりこうなんかこうショッピングしたりはしないんですよ。むしろ自分がその生活費の一部がこう旅代として使うんですよ。だからなんかこう3日どこかに行ってあっちこっちこう見に行くより、長くどこかに行ってそこでのんびりするのが、まあドイツ人のもう旅のやり方だと思うんですよ。でうちがいつもこう日本人の友達と一緒に旅に行ったりしたら、なんか母親が笑いすぎて、あの計画で3日間で あれだけやるのみたいな。だからそれはドイツ人から見るとすごいなんかこう短い間であんだけ頑張って旅なのに好かれるじゃんみたいな。だからそこは大きな文化の違いなんじゃないかなと思います。あとはその日本人だとパックツアーを結構やってるんじゃないですか。でドイツ人は基本個人しか旅しないんですよ。飛行機でどこか行って、そこからレンタカー借りて一人で行動する、またはそのまま車で旅したりすることもあるんですけど、基本日本人みたいにバスツアーをやるとかそういうのはめったにないんですよ。なぜかというとこうドイツ人は本当に個人主義なんで、それはどう考えてもなんかうちの親だったらもう本当に高齢者も80代とか90代にならないとバスツアーなんかやるわけねえじゃんって言うんですよ。なのでそこはまあ旅のやり方も大きな違いだと思うんですよ。あとなんかすごい面白いのは、なんかこう計画はどっちかというと2人とも、すごい計画するんですよ。だからむしろやりたいとこあれば、そのなんかこう前そうまとめたりするとか。あと大きな違いは、例えばドイツ人がグループでどこか行くとします。で A さんはこれを見たい、 B さんはあれを見たいって言ったら、 A さんはあっちを見に行って、 B さんはこっちを見に行って、後で集合するっていうのは基本なんですよ、家族でも。なので日本人みたいにみんなで同じことやるっていうのはあんまりないんですよ。だからみんなと同じく同じ場所に行っても同じことはしないんですよ。まあそういうなんか面白い、まあ、文化だと思うんですよ。皆さんどうですか？ドイツで旅したことありますか？ドイツ人と旅したことありますか？こうあとこうもしドイツで旅したか行きたい場所とかなんかありますか？ぜひそれをコメントで教えてきてください。 Bis zum nächsten Mal! Tschüss!